緊急連絡、緊急連絡。開演前に会場にお越しのアークスの皆様に PSO2 放送局局長代理の榎本敦子より緊急連絡です。携帯電話や PHS など音の出る機器はあらかじめ電源をお切りくださいましたでしょうか。本公演では無線技術を使用した特殊な演出が予定されておりますので、くれぐれもマナーモードではなく電源からお切りください。切りましたか？もう切ったよという方もですね、もう一度ご確認をお願いいたします。そして切ってくださった方はですね、隣の方がちゃんと切ったかもぜひチェックしてくださいね。切りましたか？あのね、これ本当にね、切ってほしいんですね。マナーモードではなく、ぜひ電源からお切りくださいますよお願い申し上げます。本公演の成功は皆様のご協力にかかっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてそして、ロビーで販売されているフォトンライトをご購入の皆様、またサイリーム等の光物をご準備して出演者を応援してくださる皆様にお伝えします。フルタイミングはですね、歌や踊りが行われる時のみ。そしてその際はですね、大きく振りすぎて他のお客様のご迷惑にならないようお願い申し上げます。気持ちは全力で、動きはコンパクトに、お合言葉によろしくお願いします。そして歌や踊りが終わりましたら、速やかに光物の類はカバンにしまってくださいね。ちなみに一番最初の応援ポイントはですね、オープニングとなっておりますので、今つけてください。今お願いします。ちなみにフォトンライトはつきにくいなって思った方、長押しです。ついたかな？おお、いいねいいね、いい感じについてますね。ぜひ精一杯目一杯応援してください。それでは大変長らくお待たせいたしました、ただいまより開演いたします。メッシュレーダー、いつもより強くない？クソ勝手！確かに、みんな気をつけろ。アリス！アリス！アリス！ここは私に任せて。フォー！
ったくや何してるの、早くしないと遅刻するわよ。ちょっと、何度も言ってるだろう、部屋に入るときはノックくらいしろよ。何ませたこと言ってるの、またゲーム。してないよ。いやちょっとしてたけど、途中からスーパーアイドルユミちゃんのライブ映像を見始め。今何時だ。8時過ぎ。8時朝の。朝の。やっべ、また寝過ごした。まったく最近毎朝この調子ね。次の期末テスト、成績落ちてたらパソコン取り上げるよ。別にいいよ。え、構わない。そもそも時代遅れなんだよね、パソコン使ってオンラインゲームなんてさ。それより今は新しく発売されるバーチャルドライブってのが欲しくてさ。そういう話をしてるんじゃないでしょ。お母さんはあなたにもっと何事も一生懸命。はいはい、分かったから分かったから、朝からそんなに大きな声出さないで。頑張りますよ、何事も適当に。え、行ってきます。拓也。やっぱり母親だけじゃ難しい年頃になってきたか。どうしてあんな冷めた子になっちゃったのかしらね。キュッキュー。憂鬱だな。今日も学校か。誰だよ、サドル盗んだの。行きたくないな。田中先生。わあ、なんだ、拓也くんですか。驚かさないでくださいよ。ゆうべはありがとう、先生が、じゃなかった、彼方が助けに来てくれて本当に助かったよ。そんな、お礼なんて。僕はただちょっとお手伝いっていうか、なんか余計なお世話かな。なんで聞こえないんですけど。すみません。もうしっかりしてよ先生、ゲームの中じゃあんなにかっこいいのに。もう恥ずかしい。あ、そうだ、そういえば拓也くん、これこいつを知ってますか。わあ、それってもしかして今日発売のバーチャルドライブ。はい、実は昨夜ゲームをしながら徹夜で店頭に並んで購入したんです。すっげえ、いいないいな。俺も欲しかったんだけど全然小遣いがたまんなくてさ。かっこいいな。どうぞ。え、あ、プレゼントです。うそ、俺に。本当。はい、私にはこのくらいのことしかできませんから。拓也くんは他の生徒たちと違って、私といつも普通に接してくれる。私を一教師としてちゃんと、だからそのお礼というかいいな。ごめんごめん、 ありがとう先生。じゃあ放課後いつもの場所で。あ、ちょっと。おい、見てみろよ、また田中のやつ学校に来たぜ。田中、お前教師の分際で何偉そうにしてんだ。あ、先生ちょっとうざいんでこの世から消えてもらえませんか。あ、ててお腹が痛くなってきた。やっぱり今日は学校休もう。さあ本日も始まりました、はい、ニコ生PSO2放送局2022、局長代理の榎本敦子と副局長の愛一太郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、早速温かい拍手、そして、はい、たくさんのコメントいただいております。ありがとうございます。でもね、初めて見るっていう方もいらっしゃると思いますので、うん、説明いたしますと、この番組はセガのオンラインゲームファンタシースターオンライン2、略して PSO2 の情報番組でございます。なんとですね、はい、今日はこのニコ生 PSO2 放送局が始まってちょうど10年、10年という記念の放送の日なんです。ありがとうございます。オッケー、最高、ありがとうございます。バッチリですね、この会場の一体感も。ありがとうございます。しかも2022年に PSO2 の番組ですから、
なんか2並びで演技がいいじゃないですか。いいですね。なんとなくいい、いい、うん、そして今日はあの記念の放送なので、はい、公開生放送でお送りしてるよ。みんな元気かな。元気ですか。ミシタカもちょこちょこいますね。ありがとうございます。本当にイエイイエ イ, イ, エイ、ありがとうございます。嬉しいね、お客さんいるとね。はい、うん、じゃあやろうか。やりましょう。あれでしょ。あれですよ。分かってますよ。はい、10年間やってるんですけどね、うん、一太郎声優なんですけど。声優なんですよ。こう見えてもね、ずっとね謎かけやってるんですね。やらされてるんですよ。謎かけわかるかな。あのかけましてと、うん、その心はっていうあれですね。そうですね。はい、今日皆さん、会場の皆さん、あとニコ生ご覧の皆さんはコメントでかけましてと、その心は一緒によろしくお願いします。よろしいですか。すいません、ね、じゃあやろうか。はい、はい、ではもう PSO2 そのものとかけましょう。おう、あえて PSO2 と、せーの、かけまして。と演習率と解く。おう、せーの、その心はどこまでもずっと続いていくでしょう。お、いい、すごい、綺麗だろ、結構いい。ありがとうございます。本当にずっと続いてほしいですね。ありがとうございます。素晴らしい、いいじゃないですか。今日乗ってるじゃないですか。たまにはやるね。たまにはやるね。はい、というところで盛り上がったところで、早速こちらのコーナー行ってみたいと思います。はい、PSO2 で遊んじゃおうのコーナー、イエーイ。それでは準備いたしますんで少々お待ちください。あ、ちょっと待って、あのさ、オープニングからすっごい気になってたんだけど、なんか今日いろいろこうなんか重装備じゃない。これですよね。これ気になりますよね。気合入ってる感じです。違うんで、そうなんね。僕はね、今までこの PSO2 を、うん、まあ、ゲームのコントローラーだとかキーボードやマウスでプレイしていましたけど、はい、最近はこのモーションリングで PSO2 をプレイしてるんですよ。モーションリング。そう、モーションリング。まあ、このモーションリングが世の中に普及して早数年、最近では若いユーザーさんを中心にですけど、うん、このモーションリングで PSO2 をプレイする方々が増えてきてるんで、はあ、僕もそろそろこれ乗り換え時かなと。そうなの。結構ね練習してうまくなったんですよ。あ、そうなの。その成果お見せいたしますんで。はいはい、じゃあ行きますね。なになになに。ポチッとな。すごいでしょ。お、見えます、素晴らしいでしょ。これね、プレイヤーの動きに連動してこういう生々しいね、生々なめやかな動きが可能なわけですよね。これどうですよ、江戸本さんもコロコロこのモーションリングに乗り換えてみてはどうですか。あれ、江戸本さん、江戸本さん。あ、はい。人はこれだけ一生懸命説明してるんですから、なんすかその時計なんか気にして。ごめんね、はい、今ねこのバーチャルドライブに PSO2 インストールしてるんだ。な、なんすか、バーチャロン。バーチャロンじゃない、バーチャロンじゃない、違う、バーチャロンじゃなくてバーチャルドライブ。はい、いい、今は2022年なんだよ。そんな体を動かさないとキャラクターを操作できない、そのモーションリング、まあそれはすごいですけど、いや、すごいけども、まあでも私からすれば時代遅れかなと。時代遅れ、これが知らないんですか、一太郎さん。はい、今日はこのニコ生 PSO2 放送局10年の記念の放送の日ですけれども、それと同時にこのバーチャルドライブの発売日でもあるんです。な、なんだって。なんとこれからはこの腕時計型の端末一つで PSO2 の世界に侵入し、今までにない本当のバーチャルを体験できるんです。そいつはすげえ。お求めはセガのホームページ、または踊り扱いの各店舗さんでお願いいたします。運営さん、 URL お願いします。僕も早く買いに行かなきゃ。さあ、早速ログインしちゃおうかな。早く見せてください、そのバーチャルドライブ。お願いします。見たいです、見たいです。行きますわ。どうなんの、どういうこと。ポチッとな。うわ、出た、ちゃんと出るんだ、こうやって、すげえな。セガの新ハードだからちょっと不安だったけど、なるほど、こんだけ出れば。あれ、榎本さん、榎本さん、今度はまさかの本番中に居眠りっすか。おいおい、全然理解してないな君は。だからバーチャルだって言ってるでしょ。これは今私の脳波で動かしてるの。脳波。ほら、とっとと行くわよ。いや、どこへ。PSO2 で遊ぶんでしょう。そうでした。じゃあみんなもこっちの世界で会いましょう。待ってるよ。
げえ、これがバーチャルドライブ、まるで本物 PSO2 の世界そのまんまじゃん。ヨウタクヤ、遅かったな。ユウタ、それにカズ、アリスも。タクヤさんも早速手に入れたのですね、バーチャルドライブ。ああ、これでお互いの会話にストレスを感じないで済むわけだな。そうか、これなら会話をするのにいちいちキーボードもいらない。まだバーチャルドライブに移行してないユーザーや NPC たちの会話はこんな風に吹き出しになって見えるんだ。わあ、なんだか変な気分だな。今まで画面上でしか見えてなかったのにこんな風にみんなに触れるだなんてさ。おい、お前ベタベタ触ってんじゃねえよ。かっこいいなあ。あれ、あれってなんだよ。この顔は好きでこのタイプにしたの？顔いじってんじゃねえよお前。リアルのカツくんって一体どんな趣味の人なんだろう。考えんじゃねえそんなことは。タクヤさんは相変わらずそのアークスブレザーのコスチュームなのですね。確か通われている高校の制服にデザインがそっくりだとか。そう、っていうか実はこの制服が目当てで今の高校を受験したんだ。顔や体型もキャラクタークリエイトで実際の自分自身とそっくりにしてるし。せっかくゲームを楽しむのであれば現実の自分とは違ったキャラクターを作るのが普通だと思いますが。分かってないな。普通の高校生である俺が宇宙を冒険して戦うっていうのが超クールなわけじゃん。何がお前超クールなわけじゃんだよ。お前それリアルとそっくり作ってるとか言ってな、全然違うんだろリアルの顔は。なあ、まあまあまあ、PSO2 の楽しみ方は人それぞれだ。それにゲーム内でお互いのリアルのことについて詮索するのはマナー違反だろう。はい。じゃあ行こう、今日は昨夜の続きからだ。お、あの、最初に断っておきますが、私今夜は昨夜のように長い時間プレイをすることができませんので、あしからず。また仕事か。朝が早いもので。アリスってリアルだと一体何の仕事してんだろうね。詮索はマナー違反。はいはい。利用師です。え、あ、利用師な。おー、なんかわかる、ぽいぽい。あ、あれはカナタさん。昨夜は危ないところを助けていただき本当に本当にありがとうございました。いや君たちか。なに、困った時はお互い様だ。ジキパキンドキン。かっこいい。ファイターのカナタ、超絶プレイスキルとその類まれなる統率力であの最強チームのリーダーとして活躍する有名プレイヤーだ。もう先生。え、今日あの後どうしちゃったんですか。え、放課後いつもの場所で待ってても来ないから職員室に訪ねて行ったんですよ。そうしたらお腹が痛くて休むって連絡があったって。バカバカバカ。シゲームの中では私はカナタだ。そこら辺のルールを守ってくれないならそれ返してもらうよ。ああ、ごめんなさい。じゃあやめろやめろやめろ。もうウィスパー会話かどうかもわかんねえよ。二人で見つめ合って抱き合ってなんだか気持ち悪いです。はあ、悪い悪い。それでは私はこれで今日もお互い終わりなき冒険を楽しもう。ああ、行っちゃった。カナタとはどういう関係だ。友達だよ。どんな方ですか。やっぱりリアルもとっても素敵なんですか。サードルどこ行っちゃったんだよ。どうだろう。ダメだダメだ、リアルの詮索はマナー違反だ。チェー、よし行こう。昨夜の続き、ナベリウスの遺跡フィールドへ。みんな気をつけろ。昨夜のあいつはいつものダーカーの強さじゃなかった。もしかしたらまだ出現条件が正式に告知されていない新しいダークファルスエルダーの発生予兆かもしれない。
ダークファルスって、もうダークファルスってのは PSO2 でラスボス的な存在のエネミーのことだよ。確か10年前 PSO2 で最初に登場したダークファルスがエルダーでしたよね。そう、最初に登場したエルダーはゲームストーリーの設定上は2代目ってことになってるんだ。その後何年か前にイベント期間限定で3代目が登場したんだけど、これがとんでもない強さでほとんどのプレイヤーが一度も勝てなかった。そしてそのままイベント期間が終わって、その後二度と3代目は登場していない。じゃあ最近現れるようになったのは4代目ってことか。でも運営からは実装されたことが何も告知されてないよね。なんでだ？わからないけど、フィールド中に突然現れては一瞬でパーティーを全滅させていくらしい。はあ、おっかねえな。おい、あれは？おお、びっくりした。なんだ、驚かすんじゃねえよ。リューマン NPC のようだな。 NPC って確かノンプレイヤーキャラクター。そう、つまりゲームの中だけの存在ってことよ。デューマンの NPC、 何かのインタラプトイベントが発生したんじゃないか。すごいですね、バーチャル型だとゲームキャラクターまで本物の人間みたいにリアル。こんにちは、私の名前はミラ。ミラ、私からあなた方に伝えなければならないことがあります。伝えなければならないこと？何でしょう。すでにお気づきかと思いますが、この地には復活したダークファルスが力を蓄えるために潜んでいます。うそ、やっぱりだ。なるほど、この NPC との会話イベントがダークファルス出現の条件というわけか。腕が鳴るぜ。それでダークファルスの居場所は？残念ながらあなた方に教えることはできません。はあ？教えることができないって？どうして？あなた方の今の力ではダークファルスに対抗することはできないからです。今すぐこのフィールドを抜けてロビーに退避してください。そんな、なんだよこのイベント。てっきりあのダークファルス出現のためのキーイベントかと思ったのに。今の力じゃ対抗できないって、俺たちじゃまだレベルが足りないってことか。もしかしてバグではないでしょうか。もう一度話しかけてみましょう。おう、ダークファルスに挑戦する条件を説明してください。説明している時間はありません。どうしてもこの場から立ち去らないというのなら、力ずくで分かっていただくまで。力ずくで分かっていただくまでってどういうことだお前。はっ！あっ！嘘だろ、 NPC がプレイヤーの武器を奪った。まさか人型の新仕様エネミー？はっ！面白いじゃないか。つまりこのミラっていうデューマンを倒さないと先には進めないってことだろ。はっ！おお、なんだよこの熱い展開！神イベント来たこれ！嘘だろ、俺素手なんですけど。おお、タクヤ素手でも結構戦えてんな。本当？しかし向こうもなかなかやるな。だが俺ならどうだ。タクヤ、なんだ。いけない、あなた方は下がって。これは、これが4代目ダークフォルスエルダー。危ない、ユータ。すまないタクヤ。大丈夫、それよりビッグチャンスだよ。一気に片付けちゃおう。よし。はあ、なんだ、どうしたタクヤ。おいおい、なんだこれ、突然、突然体が思うように動かない。何ですって？何やってんだ、こんな時にしっかりしろよ。今度は一体何ですか？わかりません。どうした？今度は私の体も。はあ、なんでお前までそうなんだよ。私たち一体どうすればいいんですか？ここにいては危険です。とにかく今は一刻も早くここから逃げて。皆様こんにちは、知事の一ノ瀬です。この度は以前から県議会でも議題に上がっておりましたオンラインゲームの通信規制法案が議会で多数決により可決し、
本日その実施に踏み切られましたことをここにご報告いたします。豊かな社会、美しい日本の未来を築き上げていくためにも、青少年の育成は全国の自治体と協力し合い取り組むべき最重要懸案の一つであります。時間を忘れ、実社会から逃避するための道具、オンラインゲームはまさに今の時代が生み出した無用の産物。我々はそれをいち早く排除し、有権者の皆様により良い暮らしを提供できるよう努力してまいりたいと考えております。ですからどうか皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。ユタ、カズ、アリス、あれ、どうしたんだ突然。あれ、何の反応もない。壊れちゃったのかな。っていうか、みんなはどうしてだろう。あれ、なんだこの最新のニュース。一ノ瀬知事、世界に先駆けモデル都市を目指し、オンラインゲームに通信規制を決行。嘘だろ、なんだよ通信規制って。じゃあまさかそれが原因で。あ、あれ、なんで、どうして君が俺の部屋にいるの。なんで、どうして。私に聞かれましても。だって君は NPC だろ。ゲームの中だけの存在のはずだ。それともここはまだゲームの中なのかな。いや、ここ俺の部屋だ。どういうことだ。いった、落ち着いてください。タクヤ、帰ってるの。タクヤ、松井母さんだ。隠れて。なぜ、なぜって、もう見つかったら説明のしようがないだろ。早く。タクヤ、いや、まずい。タク、何かさ、何かよ。夕飯何がいい。母さん今日夜勤だから大したもの作れないんだけど。何でもいいよ、ご飯なんて。あ、夜勤なら適当にコンビニで買って食べるし。またそんなこと言って。若いんだからちゃんと栄養のあるもの取らなきゃダメよ。分かってるよ。あ、とりあえず今は見ての通り勉強中なんだ。え、あ、だから邪魔しないでくれるかな。どうしたの突然。どうもしないよ。いいから早く出てってくれないかな。集中が切れちゃうんですよ。分かったわ、ごめんなさい。ある遊園地のジェットコースターについて、走行距離と時間との関係を、もういいよ出てきて。今のは俺の母さん。母さん、それはどういったエネミーなのでしょうか。エネミーじゃねえよ。母さんっていうのは、俺の母、おふくろ、マザー、違う、マザー、どうでもいいや、そんなこと。なんだか夢を見てるみたいだ。なんで君がここにいるんだよ。私にもよくわかりませんが、何かとてつもなく大きな力でこちらの世界に弾き出されたのは確かです。乗ってんじゃねえよ、降りろ。弾き出された。よくわかんないけど、どうやらこっちの世界っていうか俺の住んでる町だけのようなんだけど、いきなり通信規制がかけられた様子なんだ。通信規制、だからもしかしたらそれが原因で。でも事情を調べようにもこれじゃ埒が明かないし。そうだ、先生のところに行ってみよう。先生、そういったことだけは頼りになる人がいるんだよ。ねえ、タクヤ。うわ、待つ。タクヤ、窓から出よう。こっち、急いで。Thank you.
一体何が起こってるんだろう。突然体が動かないって騒いでた拓也は消えちゃうし、一緒にいたあの NPC までいなくなっちゃった。他のみんなとも連絡取れなくなっちゃったし、なんだマネージャーか。もしもし、あ、今外、コンビニに飲み物でも買いに行こうかと思って、そんなに大きな声出さないでよ。ずっとホテルの部屋の中にいたんじゃん、息苦しくて。はいはいはい、わかりました、すぐ戻りますよ。はあ、アイドルの仕事がこんなに大変だとは思わなかったな。身も心も休まる時間が全然ないんだもん。今は限られた時間の中でこの PSO2 をプレイすることだけが唯一の楽しみ。アイドルの時はファンの望む姿を演じているけど、 PSO2 なら私の望む自分を演じることができる。チームのみんなと PSO2 に出会ってなかったら今頃私どこかで潰れてたかもしれないな。ん？待てよ、このままみんなと連絡が取れなかったら、 PSO2 がプレイできなくなったら、私ストレスで死んじゃうかも。ああ、もう一体どういう仕組みになってるのかしら。携帯電話やパソコンは今まで通り繋がってんのに、オンラインゲームだけ繋がらないなんて。せっかく発売と同時にバーチャルドライブを購入したのに、これじゃ意味がないじゃない。ただいま。ただいま。あ、おかえりなさい。何してんの。なんでもないの。そう、ちょっと探し物をね。なんかなくしたのかい。大したものじゃないんだけど。あ、そう、ピアスのキャッチ落としちゃって。そりゃ大変だ、私も探そう。いいの、大丈夫、すぐ見つかるから。いやでも本当にいいの、あなたは何もしないで、お願いだから何もしないで。わかったよ。ああ、疲れたでしょ。すぐに夕食の準備しますね。ありがとう。いやー、もう今日は本当、いやー、もう今日は本当にね、苦情に追われちゃって。苦情？言ってなかったっけ、オンラインゲームの通信規制の話。通信規制？そう、今日世界に先駆けて我が町でそれを実施したんだ。そうしたらもう町中のゲームファンがわーって押し寄せてきて、もうそりゃ大変。じゃあこれは何？え、ちょっと、あなたの仕業なの？仕業？しわくちゃざます。あ、大丈夫ざますか。もう君は心配性だな。大丈夫ざますよ。まあ今回のことは君のような女性には全く縁のない話だ。それはどうでしょう。今回の政策で成果が上がれば、参議院出馬への大きな
足がかりになる。私の未来は明るいぞ。私の未来はお先真っ暗。もう唯一の楽しみもどうしてくれるのよ。とにかくまずは町から出て通信の正常な場所を探さなきゃ。思うに私がこの地球という星に来てしまったことと、その知事と呼ばれる方が行った通信規制というものとはあまり関係がないかと。え？私がお聞きした限りでは、その通信という技術があなた方が BSO2 と呼ぶ私たちの世界に影響を及ぼすというのは考えにくいお話です。じゃあ何か別のものが PSO2 に影響をもたらしたっていうの？その可能性が高いでしょう。でも別のものって。それです。は？これバーチャルドライブが？その新たなバーチャルシステムは本日から実用化されたものと伺いました。確かにそうだけど。そしてダークファルスはそこに目をつけた。はあ？ダークファルス？おい待ってくれよ。もしかしてこの不思議な現象はダークファルスが引き起こした、そういうんじゃないだろうな。何かおかしいでしょうか？それはオンラインゲームでの話だろ。こっちの世界とごちゃ混ぜにしないでくれよ。私はあなたが言うそのオンラインゲームの世界から来たデューマンです。つまりすでにあなた方が住むこの世界は私のいた世界と混ざり合ってると言えないでしょうか。ゲームの世界と現実の世界が？申し訳ありません、遅くなりまして。いや全く、今回の知事の勝手な規制は絶対許せるものではありませんよ。今も庁舎の前では街中のオンラインゲームファンが座り込みをして抗議してます。およ、見かけない顔の生徒ですね。お友達ですか？いや、だから彼女は。よくできたコスチュームですね。これこの記事は岡田屋で買ったんですか、それとも湯沢屋？コスチュームじゃないよ。電話で話したろ、 PSO 繋いで何らかのシステムエラーが起きたみたいなんだ。私の名前はミラ。ミラ、あなた方が PSO 2と呼ぶオラクルの世界から来たデューマンです。そちらの拓也さんが言うには、私のような存在を NPC というのだそうです。NPC？ どういうことですか？いや俺にもよくわからないんだよ。だから助けてもらおうと思って先生に連絡したの。どう思う？どう思うと言われましても。この NPC がゲームから？やっぱり警察に連絡した方がいいかな。警察？警察に言えば元の世界に戻していただけるのでしょうか？それはどうだって、かなり面倒なことになると思いますよ。だよな、これがゲームの中から出てきたキャラクターだなんて信じてもらえるわけないし。そうだ先生、制服持ってきてくれた？ああ、はいはいはい。あ、でもサイズを聞き忘れたので適当に何着か。 ありがとう。とりあえずこれ着て。そうです。なぜです？そんな格好でうろうろしてたら目立つだろう。そうだ、車は用意してくれた？あ、いやそれが私そもそも免許持ってなくて。なんだよもう、仕方ないな。じゃあ自転車で行こう。とりあえずこの街を出よう、通信規制のかかっていない場所へ。そこでチームのみんなに事情を説明するんだ。何かいいアイデアを出してくれるかもしれないだろう。あ、なるほど。確かアリスは隣の街に住んでるって以前ツイッターでつぶやいてたんだ。アリス？そう、あの街ならまだ規制はかかっていないし、みんなが集まるにはちょうどいいと思う。ではまずアリスに連絡を取って。待てよ、アリスのやつ明日は早いって言ってたな。どうしよう、すぐに連絡がつきそうにもないよ。ですがグズグズしていると隣町にまで通信規制がかかるかもしれません。
直接家に押しかけたらどうです？アリスの住んでる場所なんて知らないもん。ツイッターのアカウントはわかるんですよね。以前の自宅からのツイートに位置情報が残っていれば。それだ、さすが先生。こういう分野は任せてください。あった、ここだ。急いで、そしてすぐに他の方とも連絡を取り合ってください。はあ？何ですか？なんか偉そうだな。これは君のためにやってるんだぞ。お願いしますの一言くらいあってもいいんじゃないか。私はあなた方をダークファルスから守るために動いているんです。ああ。いや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 、どうも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 、あ、モードモードモード。遠いところわざわざありがとうございます。はい、あなたがもしかして、あのアリス？はじめまして、漁師のアキラです。アキラ、そして利用士じゃなくて漁師。いつも朝が早いからってすぐにログアウトするのはこういうことだったのか。今朝も早くから漁に出てましてね、戻ってきたら皆さんがいたんで驚いちゃった。あ、はーい、じゃあどうぞごゆっくり。今行きまーす。あの人、アリスのキャラクターと全然マッチしてないんですけど。あれ、先生？もう先生！あ、すみません、今ちょっと学校から連絡が。え、今日日曜だよね。保護者からいろいろと。はい、もしもし、聞いてます、聞いてます、すみません。すみません、遅くなりました。私、一ノ瀬楓と申します。楓でございます。じゃあ、あなたもしかしてカズ？はい、隣町で専業主婦をやってます。専業主婦？カズが専業主婦なんて。うまく飲み込めない。私、オンラインゲームはまだやり始めたばかりで、わからないことも多いのですが、皆さんが優しく接してくださるので、とても楽しくやらせていただいてます。こちらこそ。あともう一人ですね、ゆうたさんはどうしても仕事の都合で来られないと連絡がありました。なら仕方がないね。あの、あちらが NPC の。そうゲームの中で見たのと同じなんだよ。驚きだよな。それで、その彼女の話によると、彼女がこっちの世界に来てしまったのはダークファルスの仕業ではないかと。は？ダークファルス？そういったゲームの世界の話だろう。そうなんです、俺もそう言ったんですけど。でも彼女はそのゲームの世界と現実の世界が混ざり始めてるって。それでダークファルスが。あくまでも仮説です。あなた方地球の人々はこの機械を使うことで自由にこちらの世界と私たちのいる世界と行き来することに成功した。でもそれは同時にダークファルスにも同じ自由を与えてしまったのです。同じ自由？でもそれでどうしてあなたがこちらの世界に飛ばされることになったんでしょう。邪魔な存在だったからでしょう。邪魔な存在？ダークファルスが狙う力の弱いアークスを遠ざけようとしていたから。はぁ、あれ、ちょっと待って、その力の弱いアークスっつうのは俺たちのこと？あ、ずいぶんはっきりものを言う子だね。それでどうしたらよろしいんでしょうか。簡単なことですよ。みんなで力を合わせて新たに登場したダークファルスを倒せばいいんです。何バカなこと言ってるんだよ。私がついてます。そっか、あなたがあの有名なプレイヤーカナタですね。あ、電話、あっ、ごめんなさい、大丈夫、大丈夫、すみません。もしもし、
ちょっと想像してた感じとは違うかな。そうですね。残念ですが、復活したダークファルスはこれまで以上に強い力を蓄えています。一人くらいの一戦級のアークスが加わったところでさほど変わりはないでしょう。そして私の仮説が当たっているなら、ダークファルスの力はこれからもまだまだ増幅し続けます。なぜですか？バーチャルでつながってる以上、地球の人々の心に潜む闇は無限に注がれるはず。その闇こそがダークファルスのエネルギーなのですから。ああ、そっかそっかって、まさか鵜呑みにしたんですか彼女の話。あ、冗談に決まってるじゃないですか。でも話の辻褄合ってるよ。そうかもしれないけど、もしかしたらこれもまた何かのイベントではないでしょうか。ああ、あり得るな。大掛かりなドッキリイベントかも。もう勘弁してくださいよ。まったく、昨日から災難続きだ。いきなりあんなのが現れるわ。うちの町だけ通信規制がかけられるわ。通信規制？あ、ちょっと待ってください。もしかして拓也さんって私と同じ町に住んでるんですか？え、じゃあ楓さんも同じ星浜？ごめんなさい。なんでいきなり謝るんですか？実は私、その通信規制を実施した知事のワイフなんです。ちょっと、だったらあなたから何とかするように言ってもらえませんか？でも私、夫に隠れてオンラインゲームをやっておりまして、それに夫は次の参院選の出場者だって。そんなこと俺たちには関係ないでしょ。そうなんですけどね。まあ、とにかく、あんたたちの町は規制をかけられてるかもしれないが、この町はまだ大丈夫なんだ。今日は時間の許す限りここで調査を進めよう。特別なイベントだったら嬉しいですね。はあ、まとめると俺たちにかけられた任務は、彼女ミラを元いた世界に戻すこと。そのためにはあの四代目ダークファルスエルダーを倒せばいい。ちょっとちょっと待って、あ、ドアが開けたんで勝手に入ってきちゃいました。どちら様？まさか、もしかしてスーパーアイドルのユミちゃん？ユミちゃん、はじめまして。私ユータです。一本仕事が早く終わったんで来ちゃいました。嘘だろ、ユータのリアルがユミちゃんだなんて。おい、どこ行った？ユミ、お願い、かくまって事務所の人たちに追われてるの。そんな格好したら目立つに決まってんだろ。これを着たらどうでしょう。いや、むしろ着替えた姿を見てみたい。なんておっしゃいましたの？こっちよ、この辺りで姿を消したわ。まさか、奥近くの奥の部屋さんだから。はい、お手伝いします。結構です。なんて素敵な偶然なんだ。メンバーの中にスーパーアイドルのユミちゃんがいたなんて。これなら馬鹿げた状況も悪くないかもしれない。しっかりしてください。あなた方はこれからダークファルスと戦うのですよ。最高です。あらあら、それで何か手がかりとかヒントのようなものはないでしょうか？ヒント？ダークファルスを倒すための。おお、確かに闇雲にダークファルスに立ち向かったところで俺たちのようなレベルじゃ歯が立たないんだろ。はい、だったらなおさら対策を立てなくてはなりません、実は私がナベリウスのあの遺跡フィールドにいたのには、あなた方をダークファルスから遠ざけるという他に別の理由があったんです。別の理由？どんな理由ですか？あなた方は聞いたことがありませんか？伝説のアークスの話を。伝説のアークス？今から二十数年前のある日、単独でダークファルスを打ち破った伝説のアークスがいたんです。単独で打ち破った？それよりもさ、 PSO2 ってサービスにして10年しか経ってないのに、二十数年前ってのはどういうことだ？おそらく
現実世界とゲームの世界とでは時間の流れる速さが違うのでしょう。なるほど。でも確か3代目のエルダーを倒せたプレイヤーは一人もいなかったのではないでしょうか。確かにそう言われています。しかし本当にそうであれば4代目のエルダーが出現するはずがないんです。3代目が封印されたからこそ次代のエルダーが登場した。言われてみりゃその通りだ。私はあそこでその伝説のアークスが再び現れるのを待っていたんです。それでその伝説のアークスのお名前は、あ、ほら特徴とか、うんうんうん、ああ、じゃあまずはそのあたりから調査を始めればいいってわけだ。わあかわいい。いって何すんだよいきなり。制服なら私も着てます。だからなんだよ。ほらほら今余計なことで揉めてる時じゃないだろう。まずは手分けして情報を集めよう。よし。あのすみません、私は急遽学校の方に行かなくてはならなくて。え、マジで。すみません、用が済んだらすぐに戻って参加します。あなた頼りた。あった。あ、そうだ、近所にネットカフェってありませんかね。はい、私もそれ行ってみたい。え実は私、事務所の人に見張られてて、そういうところ一回も行ったことがないんだよね。君が拓也くんね。はい。君の成長ぶりには私もとても驚いてるわ。そして一緒にチームを組めて光栄に思ってる。そんな光栄。あなたがカズ。そう。連絡もらった時主婦だって言ってたもんね。よろしくね。よろしく。で、あなたが NPC のミラ。そしてアリスです。教えていただけないでしょうか。私今伝説のアークスと呼ばれていた伝説のアークスを探してるんです。20数年前、単独で3代目ダークファルスエルダーを倒したらしいのですが、それ以外何も手がかりがなくて困ってます。お願いします。誰か知っている方がいたら教えてくれませんか。どんなもんだい。俺様のアレスの力を使えば情報収集なんて簡単簡単。お、こいつは有力情報だぞ。伝説のアークスの名前は R、 アルファベットの R 一文字、 R、 R か。もしもし、もしもし、私だ。もし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 わー、もしもし、あ、私だ。あの、今どこにいるの。こんなに朝早く出かけるなんて聞いてないよ。うん、あ、靴下は、私が今日履く靴下はどこにあるの。知らねえっつんだよ。だいたい今な、てめえの靴下なんかに関わってる場合じゃねえんだよ。すみません、実は昨夜親戚のおじが急に倒れたと連絡がありまして。ほう。靴下ならベッドの横に準備しておきました。あ、そう、じゃあ見てみるね。あなた何、例の通信規制のことなんですけど、やっぱり考え直した。もしもし、ごめんね、キャッチが入っちゃった、ごめん。あ、もしもし、あ、どうも一ノ瀬でございます、ご無沙汰してます。ああ、キャッチってなんだよ。仕事と俺とどっちが大切なんだよ。とにかく今は伝説のアークス探さなきゃ。そうだ、掲示板の書き込みで伝説のアークス R の出没する場所が分かったぜ。火山洞窟フィールド、少し不安だけど偵察も兼ねて行ってみるか。
なかなか有力な情報は集まらないな。そっちはどう？ゆみちゃん、ゆみちゃん。たくやくん？え？あ、なんですか？ジュースのおかわりですね。俺、出汁で持ってきますんで。あ、いやいや、そんなことしなくていいから。あ、はい。置いといて。あ、はい。はあ、ここはやっぱりブログで私がアイドルのユミだってバラしちゃおうかな。そうすることで何か効果はあるのですか？まあそこそこは。でもそうすると今まで必死に守ってきた境界線がな。境界線って？私の大切な大切な境界線。大切なものならば簡単に捨ててはいけません。大切なものは全ての力の源になるものですから。全ての力の源？あの僕、今年の夏の野外ライブ行きました。全部グッズも買いました。全部春の全国ツアーも行きましたし、お正月のファン会イベントも全部行きました。全部。そう、ありがとう。新曲もダウンロードしました。あれいいっすよね。超いいっす。歌詞とかメロディーとか全部超やばいっすよね。ゆうみちゃん、わい、ゆうみちゃん、たくやくん、わい。やめてくれないかな、今そういう話するの。なんでですか。空気の読めない人ですね。なんだと。今そんなこと話してる場合じゃないでしょ。みんなで伝説のアークスを探し出してダークファルスを倒さないと。ああ、そうですね。うん、そうでした。そうそう、やめろ。よし、うん、ちょっとお腹痛い。何？え？何がそんなにおかしいの？いやだってみんな結構マジになっちゃってんだもん。おっと、電話かな。よいしょ。あれ、アリス？違う、アキラさんから電話だ。もしもーし。あー、もしもし。すぐに PSO2 にログインしてくれ。どうしたんですか？楓さんがカズが単独でログインしたようだ。一人で？どうして？伝説のアークスが出没する場所を突き止めたらしくて。でもその情報、出所があまり信用できないんだ。出所が信用できないって、楓さんの居場所？それが分からないから電話したんだろう。とにかくすぐにログインしてくれ。あ、分かった。なんだか薄気味悪いとこに来ちまったな。本当にこんなところに伝説のアークスが出没すんのかね。やっぱ一人で来るんじゃなかったかな。でもな、通信規制はうちの旦那のせいだしな。誰だ、誰かいんのかい。あ、Rさんかい。あ、なんだ、何の音だこれ。やばい、やばい、ざますよ。ゆうた、アリス・タクヤ。なんと愚かで過当な生き物だ。これはダークファルスの声。じゃあ伝説のアークスの情報は？誰か助けて、助けてくれ。いくら叫ぼうと無駄だ。誰も助けになど来ない。お前は私の完全な復活のためのエネルギーとなるのだ。ん？お前は？ユタ、カズを返してもらおうか。面白い。この私にたった一人で挑む気か。はっ！はっ！
何？くそ！その程度の力で私に戦いを挑もうというのか、愚かな。ユタ、ユタさん、しっかりしてください。ユタさん、カズが、カズがダークファルスに。誰か、誰か助けてくれ。こいつ、昨夜より一回り大きくなってる。ダメだよ、こんな化け物叶いこない。逃げよう、すぐにログアウトだ。待て、仲間を見捨てる気か。何を言ってるんだよ、これはゲームだ。たかがゲームだろ。本気で言ってるのか。その通り、たかがゲームだ。だから順番にかかってこい。私が料理してやる。口車に乗ってはいけません。ここは拓也さんの言う通り、一度退散した方がいいですね。話せ、話せ。おい待ってくれ、いくら助けてくれ。ユミちゃん、ユミちゃん、血が出てる。それにすごい熱だ。楓さんが見つかったわ。楓さん、話して。楓さん、しっかりして。楓さん、楓さん。すみません、遅くなりまして。もう保護者からの対応に追われて。あれ、どうされたんですか。嘘だろ、何なんだよ、一体どうなってんだよ。
それで楓さんの容体は？意識は戻らないままだよ。病院では体中傷だらけのところを見ると、どこかの高台から落ちたのかもしれないって言われてるが。でもそれはダークファルスが。ああ、信じられないだろうけど、俺たちはこの目で見た。ダークファルスがカズのことを飲み込んでいくの。おい待ってくれ、行くな、助けてくれ。こいつは単なるイベントなんかじゃない。あの NPC の言う通り、ダークファルスはオラクルの世界を飛び出し、この現実世界を飲み込もうとして。それでこれからどうするんです？またいろいろと情報を集めようってことになったんだ。今度は慎重に。私も手伝います。助かるよ。で、今夜もうちの町に集まろうってことになったんだけど。けど、どうされたんですか？拓也のやつがこれ以上もう付き合えないって言い出しちゃって。それで雄太、ユミちゃんが怒っちゃってさ、チームは今バラバラなんだ。そうなんですか。私からも一度拓也君に連絡してみます。最近の若いやつはみんなああなのかね。え？なんか妙に冷めてるつうか、情熱やエネルギーを感じないっつうかさ。はあ、もしも拓也のやつがダークファルスに飲み込まれちまったとしても、すぐに吐き出されちまうかもな。吸い取るエネルギーがなくって。あ？ウィッ。じゃ、今夜待ってるよ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ユミちゃん、今日も素敵だったよ。明日もよろしくね。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。大丈夫ですか？なんだ、ここにいたんだ。熱は？全然平気。これくらいの熱どうってことないよ。それよりごめんね、待たせちゃって。実はこの後も雑誌の取材とラジオの収録が残ってて。どうする？やっぱりあなたは先にアキラさんのところに向かっておく？私、拓也さんのところへ行こうと思います。え？今は一人でも仲間が必要な時ですから。あんな奴の代わりなんていくらでもいるよ。もっともっとやる気のある仲間が PSR2 内にはたくさんいる。でもあなたにとって拓也さんは大切な仲間の一人です。大切な境界線の向こう側にいる大切な仲間。言いましたよね。大切なものならば簡単に捨ててはいけません。待って、ありがとう。大切な仲間、大切なものは全ての力の源になるか。私、一ノ瀬楓と申します。隣町で専業主婦をやってます。私、オンラインゲームはまだやり始めたばかりで、わからないことも多いのですが、皆さんが優しく接してくれるので、とても楽しくやらせていただいてます。楓さん、
カズ。よし、やってみるか。俺の名前はユータ。リアルではアイドルをやっている。アイドルのユミがリアルの俺の姿だ。嘘だと思うなら俺のブログを見てくれ。実はお願いがあるんだ。大切な仲間を助けたい。君がタクヤくんね。君の上達ぶりには私もとても驚いてるわ。そして一緒にチームを組めて光栄に思ってる。仲間を見捨てるなんて最低。そんなにマジにならないでよ。たかがゲームだろ。あなたはそう言って逃げてるだけじゃない。逃げる？やってられるか。もうこれ以上付き合ってらんないよ。ユミさんのことを考えているんですか？え？怪我も熱も隠して朝からテレビ番組に出演されていましたよ。ふん。面白い世界ですね。地球にいる時の皆さんはみんなオラクルとは全く違う真反対の生活をされている。まるで一人の人間の中に二人のキャラクターが存在しているような。混乱したりしないのでしょうか。どちらかのキャラクターがどちらかを抑え込もうと暴走したり制御できなくなったり。どうだろうね。中にはそんな人もいるかもしれないけど、俺はそんな器用にキャラクターを使い分けることができないから。だからどっちの世界でもそのままの自分で生きてるつもりだよ。それはどうでしょう。ん？見た目は同じでも拓也さんも地球とオラクルの世界、二つの世界を使い分けて生きてらっしゃると思いますよ。え？あ、そうだ、これ先ほどそこでもらいました。なんだよ。クリスマスケーキの予約だそうです。もうそんな時期か。驚きました。地球にもあるんですね、クリスマス。は？当たり前だろ。っていうかそもそもオラクルの中の設定はこっちの現実世界が作り出したもので。いえ、もうどうでもいいや。どうしてそうやってすぐに諦めるんですか？別に諦めてるわけじゃないよ。話したって理解できなきゃ無駄なエネルギーを使うだけだろ。何か思い出はありますか？は？クリスマスの。どうしたんだよ突然。別に特にないよ。年に一度のお祭りですよ。家族とかカップルとかそれぞれ大切な人と過ごす日。そういう君はあるの？え？クリスマスの思い出。残念ながらありません。生まれた頃から私は戦いに明け暮れる日々で。そっか。じゃあ今年は初めて少しはまともなクリスマスが過ごせるな。え？どうしてですか？だってこっちの世界には戦いなんてないわけだし。
子供の頃どんなプレゼントをお願いしましたか？サンタさんに。お願いなんてしたことないよ。すごく小さい頃一回だけお願いしたことがある。だけどそれが叶わなかったから、それ以来何も期待しないようにしてる。え、何をお願いしたんですか？その一回。父さん。え？世の中にはさ、どんなに努力しても、どんなに頑張っても、どうにもならないことがたくさんあるんだよね。サンタクロースにも叶えられない願いがさ。申し訳ありません。私、なんだか余計なことを聞いたみたいで。え？もしかして、NPC が困惑してんの？そうではありません。そうではありませんが、だからといって、オラクルの世界に逃げるというのは間違ってると思います。なんだって？タクヤさんはそうやって、地球とオラクルの世界を使い分けています。バカなこと言うな。俺はただマジになるのが嫌なんだ。え？かっこ悪いじゃん。バカみたいだよ。どうにもならないことのために一生懸命になるなんて無様だ。私はそうは思わないわ。え？あ、ユミさん。私はそうは思わない。無様でもバカみたいでも、どうにもならないことを何とかしようとする姿はこの世で一番かっこいい。私はそう思う。ユミちゃん。タクヤ。母さん。あなたこんなところにいたの？探したのよ。昨夜あれっきり家に帰ってこなかったでしょ。母さん、焼き焼けで家に戻って、あなたが家にいないから心配して。ごめん、すぐに戻るよ。じゃあ。新しい情報が手に入ったわ。え、まさか、Rの足取りがつかめたんですか？いえ、伝説のアークス、Rはダークフォレストと戦った時に使っていた武器が分かったの。あ？それが、PSO2 内に隠されている。なんていう武器ですか？スタークエーサー。スタークエーサー？聞いたことがないわ。なかなか出現しないレアエネミーが低確率でしかドロップしない激レアアイテムとなってるみたいなの。今ではほとんどプレイされることのなくなったとあるクエスト内で。だけどそれがあれば、伝説のアークスがいなくても私たちだけでダークファルスを倒せるかもしれない。とあるクエスト内って？一緒に来るなら教えてあげる。今夜アキラさんの街で。え、あ、ちょっ、みんなあなたを待ってますよ。伝説のアークス、スタークエーサもしもし。だから今病院なんだって。妻が意識不明の重体で発見されて。分かってるよ。だからって妻を放って食事会に行くなんてことは
なんだって脅迫状。ちょっと待ってろ、今病院の外に出るから。申し訳ありません、私のせいでこんな目に遭わせてしまって。大丈夫よ、あなたは必ず私たちが助け出してみせる。ユータ、アリス、タクヤ、行きましょう。バーチャルドライブ、ごめんなさい、少しの間借りるわね。レアアイテム、スタークエーサーですか。情報通り海底フィールドに到着したはいいが、どうする。レアエネミーなんてそうそう簡単に見つかるもんじゃないだろう。あら、そういえばあのミラって名前の NPC の方は。どうやら彼女にはこの世界にログインする術がないようなんだ。完全にこのゲームの世界から締め出されてしまったようで。タクヤさんも結局来ませんでしたね。とにかくまずは手分けをしてレアエネミーを探そう。カナタとアリスはあっちの方、俺はこっちの方を探す。よし、頑張りましょう。はい。申し訳ないんだけど、俺そろそろ仕事で抜けなきゃならないんだ。私もです。おい、いたぞ、こっちだ。彼方の声だ。行きましょう。アリスはこっちへ。はい、行くぞ。はっはっ、下げろ。あれ、これはスタークエーサーなんかじゃない。くそ、
まだまだ先は長いか。そろそろみんな集まってる頃かな。とりあえず通信規制のかかっていない場所へ来ては見たものの、どうしたらいいんだろう。ああもう、あれ先生さては先生もオンライン中かな。じゃあ、うわあ、あれ全然気づかないや。バーチャルでオンラインしてるときって傍から見たら結構間抜けだな先生、先生、先生、何をしている。君の仲間がピンチだぞ。なんだって。早くオラクルに来るんだ、早く。先生、先生、オラクルで一体何が起こってるんだ。みんながピンチって。私はそうは思わない。無様でもバカみたいでも、どうにもならないことを何とかしようとする姿がこの世で一番かっこいい。ああもうこんな時に迷ってる場合じゃない、行かなきゃ。込むな。とにかく何度でも挑戦するんだ。おいおい、もう勘弁してくれよ。諦めるな、次こそは。みんな、タクヤ君、タクヤさん大丈夫？みんながピンチって先生から聞いて、母じゃなかった、カナタから連絡があって。ごめんみんな、俺その、待ってましたよ、来てくれると信じてました。ユータ、俺タク遅いんだよ。とにかく今は諦めずにスタークエイサーのドロップを狙うんだ。でもすみません、その前に私落ちます。え、寮から戻ったらまた。すまんタクヤ、俺もこれからドラマの撮影だ。は、嘘、ちょっと待ってよタクヤ君、私は単純にちょっと寝ます。おい先生、ファルスより強敵ですね。
さすがテニスタスタークエスターだ。出やがったぜ。出ちゃった。スタークエスターだ。これがスタークエスター。おお！え？何？何の音？見てあれ！カズ！おい、しっかりしろ、カズ！カズさん？みんな、ダメだ。こっちへ来ては。しまった。罠か！ユタ、ダメだ、全然歯が立たない。貸して。タクヤ、この野郎、この仲間を、カズを返せ。やったやったわ。アキラ、え、あれ先生、カナタ、なんだこの力は。何、何なんだよ。どうしたんだよ突然。なんと人間とは愚かな生き物だ。こうも簡単に餌に釣られるとはな。タクヤと言ったか。その手にしているものをこちらに渡してもらおう。なんだって。そいつは私にとって目障りこの上ない代物だ。こっちへ渡せ。あ、ちょっと待って先生。冗談だろう。何なんだよ。何度も言わせるな。私はカナダだ。あ、いや、今はそのカナダの体を利用しているダークファルスエルダー。ダークファルスエルダー。この男は人間を憎んでいる。誰よりも。バカな、先生がそんな。私は幼い頃から教師という職業に憧れていたんだ。生徒たちみんなから愛される、そんな教師になりたかった。だが現実は違った。この男を操る人間など誰も現れなかった。あんなに懸命にみんなのために、生徒たちのために頑張ってきたのに。おい、見てみろよ、また田中のやつ学校に来たぜ。田中、お前教師の分際で何偉そうにしてんだ。あ、先生ちょっとうざいんでこの世から消えてもらえませんか。うざい、消えてなくなる。うざい、消えてなくなる。そんな人間なら憎み殺してやるがいい。あ、どこを見ている。貴様の相手はここだ。ダメだ、やっぱり俺の力じゃ。タクヤ、諦めるな。さしものスタークエーサーも使い手がこれでは宝の持ち腐れだな。死ねえ。待ちな。誰だ。あれは、まったく何年経っても懲りない野郎だな。エルダ、また封印されるために目を覚ましたのかい。おのれ、貴様は。
どうしてここが分かった？どうしてって、まあ女の勘かな。あれはもしかして伝説のアークス R？ 名前なんてもうすっかり忘れてたよ小僧。そいつを貸しな。え？なんて顔してんだい。お前もアークスの端くれならピンチに置かれてる今のこの瞬間をもっと楽しみな。今のこの瞬間を。冷めてる暇なんてねえぞこの野郎。熱く燃え上がるのはこれからだ。どうした？昔に比べて随分とキレが悪かった。おざけ！すごい、これが伝説のアークス。何ボサッとしてんだ、手伝いな。いやでもこいつはお前の獲物だろうが、てめえのケツはてめえで拭きな。おい、うわなめやがって。何やってんだ。こうやって使うんだよ。すごいパワーだ。踏みつぶしてくれるわ。出やがったな。気をつけな、タクヤ。来るよ。ここはひとまず退散した方が良さそうね。まだだ。え？このままこのまま引き下がってたまるか。タクヤ。ああいい、もうどうでもいいや。どうしてそうやってすぐに諦めるんですか。黙れ。立てよ。まさか。この程度で私がくたばると思う。待て！くそ。カズさん。カズ。カズ。みんな、ありがとう。かわいそうに、こんな顔にされちゃって。顔はやられてねえよ。え？よくやった。もう私の出る幕はないな。ちょっと待ってください。私は忙しいんだよ。旦那が死んじまって、女で一つで子育てして、夜勤とかまあいろいろ。え、夜勤？ああ、なんでもない。せいぜい頑張んな、新しい英雄になるために。皆さんこんにちは、知事の一ノ瀬です。本日は有権者の皆さんにご報告とお詫びがございます。一昨日より我が町で実施されました、オンラインゲームにおける通信規制ですが、本日今この時をもちまして
解除することをご報告いたします。オンラインゲームにおける通信規制は解除いたします。ご協力感謝します。勘違いするな。私は君たちのために解除したわけじゃない。妻を助けるためだ。カズなら、奥様なら意識が戻りました。絶対安静に変わりはない。これは昨日事務所に送られてきた脅迫状だ。え、脅迫状？通信を解除しなければ妻の命は保証できないと書かれている。どうせただのいたずらだろうと高をくくった私がバカだった。最近の若者は自分たちの欲望のためならどんなことだってやる。そんな、こんな脅迫状オンラインゲームのファンが書くはずありません。じゃあ一体誰が送りつけてきたというんだ。妻があんな目に遭ってるんだぞ。全てはその PS なんとかっていうゲームのせいだ。あの馬鹿げたオンラインゲームで狂った輩の仕業だ。そんなこと。おい待ってください。ではどうしてその馬鹿げたものに奥さんは夢中になったのでしょう。何？あなたに隠れてあなたの目を盗んでまでしてどうしてオンラインゲームという世界に足を運び続けたのでしょう。それは私が仕事にかまけて相手をしてやらなかったからだろう。残念ながらそうではありません。え？それはオンラインゲームの世界が PSO2 と呼ばれる世界がこの世界にも負けないとても魅力的な世界だからです。ミラ、煩わしい現実世界とは違う自分を投影して血の通った人々との交流が楽しめるもう一つの世界がそこにあるからです。もう一つの世界？きっとこれもダークファルスの仕業だよ。は？ダークファルスはこのバーチャルドライブのおかげで先生を自在に操ることに成功した。そしてこれから先同じような人間を何人も作ろうと計画していたのに知事の行った通信規制のせいでその計画も潰されてしまった。だから先生を使ってこんな脅迫状まで書かせて通信規制を解除した。誰だその先生っていうのは？規制が解除された今先生が行く場所はあそこしかない。どこだ？俺たちがいつも放課後にオンラインゲームをして遊ぶ場所、学校の屋上だ。いた！あそこ！先生！いや、やっと来てくれましたね。待ってましたよ。もうよそうよ先生。やめよう。今ならきっと。まだ間に合うよ。何のお話をされているのですか？気づいてないのか？あんたはダークファルスに取り憑かれてるんだ。ああ、そのことを気づいてますよ。ずっと前から。え？だから手始めに拓也君にそのバーチャルドライブをプレゼントしたんじゃありませんか？じゃあまさかあの時からもういい気分ですよ。まるで背中に腫れても生えたようだ。どうです拓也君、あなたもこちらへ来ませんか？あんな口車に乗ってはいけません。姿は普通の人間でも中身はもうダークファルスそのもの。どうやらそのようね。余計なことばかり口にする人ですね。これ以上私の邪魔をするとオラクルへ戻れなくなりますよ。
構いません。あなたが封印されるのなら私はどうなろうと。これは驚いた。一体どこの誰がお前のような献身的な NPC を作り出したのだろうな。それは向こうの世界にしか存在しないはずの武器、どうやってこっちの世界へ。何を今さら寝ぼけたことを。だったらそっちが持っているそのスタークエーサーはどう説明する。そう言われれば。時は刻一刻と過ぎゆくもの、オラクルが地球を徐々に飲み込み始めている証拠だ。死ねえや。大丈夫か。私のことは構わないで。早くダークファルスを。この野郎。あれ、まさか。やった。そこまでだ。ダークファルス、おとなしく封印されろ。待ってください。お願いです、助けてください。このままダークファルスが封印されたら私はどうなるのです。タクヤ君がそれを振り下ろしたら私はダークファルスもろともこの世界から消えてしまうんですよ。先生、あなたまで、タクヤ君まで私に消えてなくなるというのですか。そんな、俺そんなこと決して。おい、そいつが脅迫状を送ってきた男か。タクヤさん危ない。ミラ、この世界ではまだ少し動きが鈍いようだ。向こうの世界で待っているぞ。こいつを。おい、ミラ、しっかりしろ。ミラ消えた。ミラ、ミラ大丈夫か。ミラ、タクヤさん、必ずダークファルスを倒して。しっかり、しっかりしろ。私一度でいいからクリスマスを大切な人たちと大切な仲間たちと。ミラ、ミラ、ミラー。なんだこれは。一体何が起きているというんだ。よく聞いて。 BSO2 内に大量のファルスアームが放たれたわ。ファルスアーム？ファルスアームって？ダークファルスエルダーの肉体の一部が分離したエネミーのことよ。きっとダークファルスがより強力な力を蓄える時間を稼ぐために放ったんだ。これじゃ当分彼方はダークファルス本体は見つからないぜ。あ、メールだ。もうこんな時に誰から。差出人はある。マジでか。なんて書かれてるの。もしもアームを一定以上減らすことができればダークファルス本体のいる場所をスタークエーサーが導いてくれるだろうって。アームの数は増え続けてるんだぜ。今現在 PSO2 をプレイしている全ユーザーが力を合わせたとしても
その数を減らすことはできないよ。絶望的ね。いや、まだ諦めちゃダメだ。お前もアークスの端くれならピンチに置かれてる今のこの瞬間をもっと楽しみな。やれそうなことはどんなことだってやるんだ。やれそうなことって？一ノ瀬知事に応援を頼もう。オンラインゲームの通信規制のお詫びに PSO2 で特別なレイドイベントを開催してもらうことにするんだ。全てのオンラインゲームユーザーに PSO2 への参加とファルスアーム撃破の協力を仰ぐ。それって嘘の声明を発表するの？運営が黙ってないんじゃない？いや、通信規制の時もなぜか運営は沈黙を保っていた。多分一ノ瀬知事なら運営にも圧力をかけられるんだろう。やってみる価値はありそうだな。ファルスアームの撃破？はい、ファルスアームの撃破ね。妻を助けるためとはいえ、そんなゲームでそんな人数が集まるとはとても思えんがね。信じてください。きっとみんなが PSO2 の仲間たちが協力してくれるはずです。お願いします。分かったよ。やったやったわ。効果てきめん。こいつは新規ユーザーだけじゃなく、しばらく PS シリーズから離れていた古参のユーザーも戻ってきたな。信じられない。どんどんファルスアームが撃破されてく。スタークエサーがダークファルスの位置を告げてる。ダークファルス、お前はこの俺が倒す。まさか。なんだこのデカさは。こんなの倒せるわけないじゃない。これで終わりだ。死ね、虫けらども。来るぞ。どうして。避けろ。逃げろ逃げろ。どうしたらいいの。上だ。そろそろ終わりにしてやろう。耐えられるか。くそ、負けてたまるか。負けとれ。オンラインゲームの世界が、 PSO2 と呼ばれる世界が、この世界にも負けないとても魅力的な世界だからです。煩わしい現実世界とは違う自分を投影して、血の通った人々との交流が楽しめるもう一つの世界がそこにあるからです。これが暗礁破壊の力だ。我こそダークファルス。やられてたまるか。死ね、ダークファルス。よし。やったか。タケヤさん。
まだ油断しちゃダメだ。カズ、大丈夫なの？こんな痺れる瞬間に眠ってなんかいられるか。それよりダークファルスはまだ生きてるぞ。え、その通りだ。きっとダークファルスはまだ封印されていないぞ。まだどこかで息を潜めている。まさか。アリス、お前はこの野郎。カズ、お前たちのおかげで私は無限に膨れ上がることができる。お前たち地球人の誰もが少なからず持つ負の感情の力でな。これで貴様らの世界も終わり。このダークファルスが全てを飲み込んでくれる。まさか、お前がどうして。先生。いや、いつもカッコ悪くて申し訳ない。貴様は私と一心同体のはず。それが誰だ。どうや、まだ私にも少しだけ良心というものが残っていたようです。タクヤ君、君と過ごした楽しい思い出が俺と。さあ今です、私を撃ちなさい。え、私もろとも、このダークファルスを。そばから離せ、離さぬか。タクヤ君、できない。そんなことできないよ。私なら大丈夫です。私も戦いますから。そしてあなたのように決して諦めませんから。タクヤ、タクヤさん、タクヤ、タクヤさん、必ずダークファルスを倒して。いやー、しかし終わってみればあっという間の出来事でしたね。でも不思議な体験でした。まるでずっと夢を見ていたかのような。正直何度ももうダメだって思いました。あの、それで田中先生は。ああ、まだ集中治療室で治療を受けてるそうです。でも意識は回復したようで。あの人も諦めずに戦って勝ったんですね、ダークファルスに。そのようです。あ、そういえばユミちゃんは。あっという間に事務所の人たちに連れてかれました。え、今日もまたアイドルのお仕事だそうです。いや大変だな。アキラさんだってずいぶん寮に出てないんじゃないですか。ご心配なく。偶然にも天気が悪かったもんですからね。そっか。さあ、私はお家に帰ってゆっくりゲームでもしよっかな。あれ、旦那さんのお許しは出たんざますか。はい、ざます。
おお、これでオンラインゲームを楽しむのかい？はい。いや、でもどうやって？あ、とりあえずやってみましょう。ね、ポチッとなっと。あれ？あれもしかして私かい？そうなんです。よかったら好きに動いてみてください。おお、すごいね。そうなりますよね。おお。いやいいねこれ。表情出ないんですよ。表情は出ないんですけど、そこまで表情は。あ、じゃあいい表情してるんですけど。そう、表情はダメなのか。いやこれ楽しいね。手を挙げると雷属性のテクニックが出せるんですよ。雷属性のテクニック。あ、まあ必殺技みたいなもんですね。そうですね。必殺技。はい。よし、行ってみようかな。よ、上に。せーの、いや。え？いや、いや、あ、お手上げ。いやもう私にはどうもこう向いてないみたいだね。そんなことないです、いっぱいコメント来てますよ。ほら、ほら、ほら、すいません、どうも。今の見てたの？はい、見てます。いや恥ずかしいな。なんだ、ありがとうございます。手を上げろ、思いっきり、はいはい、恥ずかしがらずにうわっと上げてください。よし、わかった。じゃあやってみますよ。しいします。せーの、いやー、おー、すごいすごいすごい。おー、どうもどうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、決まりましたね。投票します。あ、ほんとすいません皆さん、すいません、ありがとうございます。どうやら私も考えを改めなければならないようだな。え、いや、私の知らないところで有権者のみんながこぞって夢中になれる世界が存在していただなんて、鼻から悪いものと決めつけて理解しようとしなかった私が情けない。でもオンラインゲームに規制をかけようとする動きにはそれ相応の問題もあるからだと思うんです。だから私たちはその一つ一つをしっかりと検証して解決していく責任があるのではないかと思います。あ、僕もそう思います。ちょっと仲間入れてください。俺だけ。まあ、お互いが手を取り合えばもっともっと楽しい未来が開けるだろう。ジングルベル、ジングルベル、たくやいる？いた？メリークリスマス！勉強してるの？嘘。勉強してるの？うるさいな、もう。うお！もう部屋に入るときはノックをしろって言ってるだろ。はいはい。できたわよ。手洗ってらっしゃい。もう。あ、待って母さん。何？母さんの名前ってさ、レイコだよね。それがどうしたの？もしかしてさ、もしかして、あー、あー、なんでもない、なんでもないよ。なーに？変な子ね。
やっと来た。遅かったわね。ユミちゃん、どうしたのその格好。セカンドキャラ作っちゃった。ユウタが私だってバラしちゃったしね。あ、そっか。行こう。え？君がどこへ行こうとしているか私にはちゃんと分かってるよ。いや、こんにちは。私の名前はミラ。分かってる。俺の名前はタクヤ。私はユミ。私からあなた方に伝えなければならないことがあります。そう。実は私たち、あなたに会うためにここに来たの。私に会うため？なぜ？一緒にクリスマスを過ごそうと思って。どうして私があなた方とクリスマスを過ごすのですか？どうしてって、あなたが一緒にクリスマスを過ごしたいって。大切な人たちと、大切な仲間たちと。ユミちゃん、残ってるわけないよ。記憶は全てリセットされたんだ。ごめんね、なんでもないよ。じゃあまたね。どうしてそうやってすぐに諦めるんですか？え？格好悪いからですか？私はそうは思いません。無様でもバカみたいでも、どうにもならないことを何とかしようとする姿が、この世で一番かっこいい。
日はご来場誠にありがとうございます。では我らがアークスメンバーよりご挨拶させてください。まずは俺たちのピンチを助けてくれた伝説のアークス R。 R だ。名前なんてすっかり忘れてたけど、今回熱い何かを思い出させてもらったよ。会場のアークスたち、お前たちも熱い何かを感じてもらえたかな？感じてもらえたかな？ピンチの時はチャットで叫びな。一緒に戦ってやるよ。またな。恥ずかしい。ありがとうございます。続いて、恥ずかしいですが俺の母さん。はい、行かせていただきます。拓也の母レイコ17歳です。おいおい。ありがとうございます。あら、ちょっと待って、ごめんなさい、私ったらなんか変なこと口走っちゃったみたい。もしかしたらこれもダークファルスの力かしか。しかりしたら口が回らなくなっちゃったわ。ごめんなさいね、本当にね、困っちゃうわよね。でもほら私たちね、揺れ動く17歳だから大丈夫。揺れ動く17歳だ、いろいろ大丈夫。ギリギリ大丈夫。カルちゃん、ね、優しいからね、許してくれてる、みんなありがとう。はい、そんなわけで明日も悪者に向かってみんなで協力して、倒しましょうね、敵を。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では改めまして、本日は誠にありがとうございました。